はい、皆さんどうも、安でございます。今回レビューするアイテムはこちら。はい、というわけで、今回はですね、こちらにあります MIM のスラックスパンツをですねレビューしていきたいなと思います。こちらのパンツはですね、前回リリースされました WIM のサードコレクションの新作スラックスパンツなんですけれども、まあ購入してからね、結構時間がかかりまして、最近ようやく手元に届きました。まあ今季最後の WIM から販売されるフルレングスのパンツということでね、まあ気になってる方もね、いらっしゃるんじゃないのかなと思いますので、はい、今回もね、頑張ってレビューをしていきたいなと思います。まあよかったらですね、最後まで見ていただけると嬉しいです。それでは、行きましょう。はい、それではですね、早速レビューに入っていくんですけれども、そうですね、まあ、動画のタイトルを見てもう皆さんお分かりかと思うんですけれども、こちらの動画今回はですね、返品案件でございます。まあ、届いてすぐ撮影しているので、今目の前にあるのが梱包から出してすぐ、そして新品の状態なんですけれども、ちょっと分かりづらいかもしれませんが、かなりねシワが多いんですよ。まあ実はね、視聴者さんからこちらのアイテムかなりシワが多い状態で届いたっていうお話をですね、前もって聞いていたんですけれども、いやー、そうですね、僕の想像よりもひどい状態で届きました。なんかね、新品っていうよりかは、なんかフリマで適当に買ったような状態でございます。ちょっと届いた状態がひどいなということで、はい、今回はちょっと返品したいなと今考えております。梱包はね、 ZOZO タウンがやっているということで、パンツがねこの状態になっているのは WIM のせいじゃないのかもしれませんが、さすがにね、これだとね、このパンツ自体のクオリティに結構影響が出ているのかなと思いますので、ちょっとこれはまずいんじゃないのかなと思います。まあね、まあ、アイロンとか使ってシワを伸ばせば全然元に戻るとは思うんですけれども、まあさすがに新品の状態でがっつりアイロンをかけてシワを直すっていうのもちょっと僕はアホらしいなと思ったので、今回はね、はい、返品案件にさせていただきます。まあただですね、はい、非常に状態は良くないんですけれども、どういうアイテムなのかっていうのはですね、皆さんにしっかりお伝えしたいと思いますので、ここからはですね、いつも通り紹介させていただきたいなと思います。それでは本編。はい、というわけで改めまして、今回レビューするのは WIM リドムから販売されましたタックルーズドレープスラックスでございます。価格が5940円で、サイズが S から L の3サイズ、カラー展開がオリーブグレー、チャコールの2色展開となっております。で、僕はですね、今回オリーブグレーの L サイズを購入させていただきました。それではですね、早速レビューに入っていきたいなと思います。まずは生地ですね。こちらのアイテム、素材はこのようになっております。はい、まあ、こちらの生地の素材はですね、まあ、光沢感とか、まあ、ドレープ感がね出やすいんですけど、管理が結構難しいレーヨン、テンセル素材に強度のあるポリエステルを合わせた混合素材となっております。今回糸から開発したということで、まあ、結構こだわり抜かれた生地になっているんじゃないのかなと思います。実際の生地の映像がこちらです。まあ、触り心地に関してはね、かなり柔らかい生地になっていました。しっとりした感じもあって、肌触りもよく、レーヨンの特徴がね大きく出ているのかなと思います。で、厚みに関してはね、結構薄いです。なので、まあドレープもねかなり出やすく、綺麗めな印象もね出しやすいのかなと思いました。まあ、ただね、こういう薄くてしっとり系な生地はですね、汗をかいてしまうとちょっと肌にまとわりついてしまいますので、まあ基本的には涼しげな生地ではありますが、汗のかきすぎには注意した方がいいかもしれないですね。そしてこちらのアイテムの選択表記はこのようになっております。はい、一応ですね、こちらのアイテム、家庭での洗濯は可能となっております。まあ、ただね、見た感じ結構デリケートで繊細な生地なので、洗い方にはね少し気を使った方がいいのかなと思います。こちら参考にしてみてください。はい、それではですね、実際に着用してデザインを見ていきましょう。身長181センチ、65キロの僕が L サイズを履くとこんな感じになります。はい、シルエットに関してはね、まあ、少し細めな王道のスラックスになっています。まあ汎用性の高そうなシルエットではありますね。で、履き心地はですね、かなりいい感じで、生地のドレープがですね、肌とうまくマッチしているような感触があります。生地も軽いので結構快適ですね。で、ディテールなんですけれども、注目するのはね、やはり腰回りですね。
結構深めのねタクが入っているので印象強いのかなと思います。まあ、こういうねドレープ感が強い生地に深めのタクが入っていますと陰影がねしっかり出てパンツの立体感が増しますので、通常よりもね切れ目感がぐっと上がります。でそしてもう一つこちらのパンツはですね通常のパンツよりもベルトループが低めに設計されています。なんでこういうデザインなのかというと、まあ、このパンツはですねタックインをして着こなしてほしいという制作者側の意図というものがありまして、まあ、タックインをした時のベルトがより見えやすくするためにこのようなデザインになっています。まあ、私服のタックインはですねトップスをね少し出して余裕を持たせるような着こなしが主流になっていますので、まあ、ループを少し下げるぐらいがちょうどいいという感じですね。まあ、こういうね制作背景がしっかりとしたデザインはですね僕は好きなので非常にいいのかなと思います。はい、近くで見るとこんな感じですね。フックが2つ入っていまして、でフロント部分の留めるところはねこんな感じでフック式になっています。で裏に持ち出しもついているので、まあ、腰周りのデザインはねかなりきれいめな感じになっています。はい、というわけでね今回はVIMの新作スラックスパンツをねレビューさせていただきました。ここからは僕の個人的な感想をお話しさせていただきます。まあ正直ですねこちらのパンツ、まあ夏のパンツとしてはね僕は結構好きかなと思います。まあ履き心地がねかなりいい感じですし、まあ、他のパンツではあまり見られないドレープ感もねしっかりあって、まあ少々デリケートな生地ではありますが、まあそんなにね悪くないのかなと思います。で他にもですねタックインで着てほしいからベルトループをあえて下げているっていう、そういう制作背景もですね個人的には気に入っているので、まあこのアイテムがですね源氏さんの動画で使われていたような綺麗な状態で届いていたら多分僕は気に入っていたのかなと思います。綺麗な状態ならね。うん、まあね、はい、序盤でお話ししたんですけれども、今回のアイテムに関してはさすがに届いた時の状態がね、悪すぎるのかなと思いました。まあ過去にね、リメールのパンツもシワがあってなんか変だなっていう話をしたと思うんですけれども、今回の状態はですね、まあそれをはるかに超えてきたのかなと感じております。これはちょっと残念で仕方ないですね。何なんですかねこれは。まあ多分ね梱包の状態も良くなかったと思うんですけれども、これに関してはなんかそもそもの保存状態もね良くなかったんじゃないのかなと思います。なんかね適当に積み上げてそのまま放置されてたような感じなんですよね。じゃないとこんな細々とした大量のシワがですねつかないと思うんですよね。まあ、もしくは元々のこのパンツ自体のクオリティがこういう感じなのかっていうところですね。まあどっちにしてもね動画のようなパンツを期待していた僕としては、まあ、非常に残念な状態で、まあ、このパンツをね履こうという気にはなれなかったので、はい、ちょっと今回に関しては返品しようかなと思います。まあそうですね、まあ、パンツ自体はね悪くはないと思いますので、履きたいという方はですね、まあ、おそらくこういう状態で届く可能性があると思うんですけれども、はい、まあ、アイロンとかを使ってねシワを伸ばして使っていただければいいのかなと思います。まあ、もしこの状態で届いたのが僕だけだったのなら、はい、僕はハズレを引いたというところですね。はい、というわけで今回の動画は以上とさせていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。では。